ではこれから私は妊婦健診に行ってまいります。ほらお母さん、これがね頭なの。わかる、お母さん、ね、頭でしょ、心臓、ほらビクビク動いてる、心臓、これ胃袋、これ胃袋、これが背中なので、この辺がお尻のあたりで、お尻、でちょっとほらこれがあの太ももの骨、へー、太ももの骨がだんだんちょっと発達してきたから、うん、そのうち影になっちゃう、その下がね、骨が、そうそう、影になっちゃうから、あ、でも玉は見えた。あ、玉、ね、やだ、男の子ですね。やだ。あ、そう、初孫男の子じゃないですか、お母さん。男の子初です。ほら、玉と竿。玉と竿。あれ。そう、ほら、竿。おー、かわいい。すごいですね。この辺に、あ、もう顔も随分下の方行ってますね。押さえてるとこ、先生かなり下じゃないですか、恥骨あたりの。そうですね、見て、顔が、でもちょっと待って、お母さんまだ分かってないですよね、顔分かんないよね、お母さん、これがね、目、ほら、目、鼻、口、目、これ、これ目、目、鼻、ね、ちょっとほら上向いて、分かりました、分かんない、目でしょ、でもちょっとこっちの方を見せようと思うと、これ今ちょっと反対向きになりましたけど、おお、分かりました、目、鼻で、こっちが口の方で、鼻、ここに目、鼻、口、そう言われればそうですね、そういう感じですね、言われないと分からないけど、分かんないです、これはじゃあどうです、ここ、目はよく分かりますよね、分かりました、目が分かって、こっちおでこの線も分かりました、あ、それおでこだ、おでこなんだ、おでこ、お母さんに、あれ、それ手、これどれ、これ、あ、今ほら、あ、今口が開いてた、あ、本当だ、開いてる、開いてる、いや、ちょっとグランマに性範囲をね、まあ、それはちょっと要求しすぎですけど、あ、要求しすぎですね、確かに、じゃあこれ手、これ手、手な、これグーして、グーして頭のところに、ね、頭にいましたね、すごい、すごいね、あ、本当だ、グーしてる、これが頭を上から見て、ほら、目、あ、鼻、すごい、わかりました、すごいよくわかる、わかりました、はい、目よくわかるね、鼻ね、そう、で、羊水とか大丈夫そうです、羊水とか全然大丈夫そうです、あ、本当ですか、無理ですね、いやいや、十分です、ね、いや、すごいね、実物を楽しみ、はい、じゃあ妊婦健診、最後の妊婦健診終わりまして、母と一緒に妊婦健診受けてきました。お母さんもエコーを見れて先生にも会えてよかった ね、本当ですね。じゃあこれからせっかくここまで来たので日本食スーパーに行ってこんにゃくと糸こんとちくわを買って帰るそうです。帰ります。なんか天ぷらはちくら、天ぷらの違いを、何か味がよくなる、あ、ひじきを煮てくれるそうなんで、ひじきにちくわを入れると味が出るんだっけ、ということでね、あの、今日最後なんですけど、今週の土曜日
入院になって出産になります。で一応計画入院って言うとみんな帝王切開だと思うんですけど、一応バージナルから経膣分娩で予定されておりますので頑張ります。では皆様応援引き続きよろしくお願いします。今、ニューヨークの日本食スーパーに来ました。見てください、キューピー$5.39、たけー。じゃあママさんお買い物しましょうか。はい、ちょっとやっぱりね、日系スーパーのね大根たけー、だからもやし買って帰ろうかと。この大根$3.88。ちくわがこんなちっちゃいちくわが$2.59。いくらでしたか日本では、大きいちくわが。本当100、いいやつだって150ぐらいで買うよ。でも安いやつだったら100円。安いやつだって、でも一応気分でね買えるよ、100円。わあ、これが2.59ですからね、きついな。ではもやしを買います。はい、じゃあもう、はい、その10キロの子もいくらするの。すごいよ、高いよ。わあ、すげえ竹。本当に日系スーパー高すぎて何も買えません。本当高いです。はい、もう厳しい。でもなんとか買いました。あ、日系スーパーから出てくるとなんだか少し落胆します。全てが高くて買えないから自分が買い性ない感じがしてすごい残念。ああ、めっちゃ高い。すべてが日本で買う3倍になってございます。だけよ。でも高い高いって言ってこういうマインドが貧乏マインドになると思うので忘れましょう。じゃあお母さん帰りますよ。はーい。あ、もうハロウィンも近いので。ほら。